こんにちは。今日はですね、僕が、自分のホイールを約2年半ぶりぐらいにですかね、自分のホイール組んだので、それの紹介プラス、まあ次からこういうのができますよっていう案内含めの動画になります。はい、じゃあ早速紹介。これ自分のフロントホイールですね。フロントホイール組みました。約本当2年半ぶりに自分のホイール組んだんですけど、まず商品的に言えば F リムと、ハブはね、クリスキングの限定カラーであったマットバーボンっていう色、これがめっちゃかっこいいなと思って出た時使いたくて買ったんですよ。そしたらね、間違って18ホール買っちゃって、この18ホールってリムが存在ほぼなくて、カンパとかしか、うわやばいと思って、でも使いたいと思って、 F リムだったらできたんで作れますよみたいになったんで、18ホールで作りました。まあこんなミスは皆さんあんまないと思うんですけど、僕はちょっと間違っちゃったんですよね。だから18ホールっていう、まあちょっと特殊なホール数なんですけど、基本大体16、20、24、28、32、36みたいになるんですけど、まあこういうのができました。で、僕これ今後まあ使っていくんですけど、ちょっとだけ説明させてもらうと、まあこれ F リム、僕ね、ハイトが 69mm っていうちょっと太いのを頼んでみました。あんまいつもアルミの薄いのばっか、ここにかかってる青のやつそうですけど、まあ、薄いアルミずっと使ってたんで、で、チューブレス対応になってるんで、まあ、どうせならってことでチューブレスにしてみました。まあ、ここから使って、今後、ああ、こんな感じかっていうのを感じながら走ろうかなと思うんですけど、あとね、報告としては、今回、僕と成美さんとかは、F リムでちょっと新しい柄が出てたんで、頼んでみたんですよね。それが、カメラで映るか分かんないですけど、マーブルっていう、なんともこう分かりそうですか、ね、なんかもやーんとした柄。ただこれそのサンプルの画像もなかったし、どんなのが来るか分かんなかったんで、その前の受注の時、お客さんにそういう状況でね、ちょっと案内するのも難しいなってことでやめてたんです。で、僕と成美さん頼んでみて、実際来たら、おこんな感じかっていう。で、これが多分今後のマーブルっていう、カーボン柄になってくるんですよね。だから F リム 3K と 12K と UD っていう3展開があった中に、今後マーブルっていうのが入ります。まあ、次の受注は夏もしくは秋ぐらいになっちゃうと思うんですけど、それの時に検討してる方はこれぜひね、マーブルっていう柄が出てるんで、検討視野入れてみてください。まあ、実際のものを見てみたかったら、大阪店の場合来てもらえば、僕や成美さんがね使ってるっていうのもあるんで、その辺見てもらえばいいかなと思います。まあ今回はね、僕の新しいホイール紹介含めで、次 F リムこんなんができますよっていう案内含めって感じですね。まあ僕たまに聞かれる、これロード用ハブなんですけど、ホイールの説明になると、ピストってロード用ハブもいけるので、で、これクイックです。僕輪行とかそんなしないですけど、クイックがなんか楽で好きなので、これクイックのフロントハブは使えたりします。で、ホール数もそれに合わせてリム作れたりするんで、まあ、もし F リム検討するんだったらですけど、ホール数とかをまずハブで決めてリム選んでもいいかなと思います。正直ハブ決めてからリムの方が F リム受注する場合はやりやすいかなって思います。これ重量とかちょっと測ってないですけど、まあ 69mm で、まあ、うん、アルミリムこれと同じぐらいの重量かなって感じ。ホール数も少ないから、うん。で、まあリム幅はね 26mm、 ちょっと太めです。こんな感じで、まあ楽しみですね。本当僕の2年半ぶりのホイール、営業後にね、もうお客さんの営業中に組んで、営業時間内と就業時間内はお客さんの組んで、久々に自分の
組んだって感じなんですよね、営業後終わりに。まあ皆さんオーダーありがたいことにいっぱいあるので、今後もそれが途切れずオーダー来るぐらい待ってます。それだけホイール、まあ時間もらっちゃうかもしれないですけどね、しっかり組ましていただくのでお待ちしてます。では。